どうもどうも、まさとです。響きワールドへようこそ。はい、ちょっと急ぎで収録しております。見つけちゃいました。あれ、偶然見つけちゃいましたよ。はい、ネザー要塞ですね。ちょっとね、昨日のあの後ですね、あの収録外でソウルサンドちょっと欲しいんで、どっか取りに行くルートないかなと、掘削してたんです。そしたら出たところに見つけちゃったんですよ。ねえ、ということで急遽ちょっと収録始めました。はい、ということで早速始めて参りたいと思います。でこれですよ、ちょっともうやばいんで、一応ダイヤの剣作って、エンチャントがないのはちょっときついけど、行けるところまで行きます。捨て身です。大丈夫、こっちね、ここからね、向こう側にちょっと出れないかなと思って掘ってたんですよ。でこっち側からずーっと行ったらね、で一応外出ることができて、なんと出た先にはですね、はい、ここ出ますね。ちょっと大丈夫か、はい、安全確認して、ほらネザー要塞ここにあるんですよ。あったんですよ、こんな近くに。でちょっと近づけないかなと思っても、ちょっと通路をねこのように作ってって、ああいるな、ちょっと強いのが欲しい。倒したね、 OK。 でほらここに出たんですよ。でちょっとここまではね近づいたんです。でこの先がねちょっと行けてないんで、これ出れない、こっちから行けるか、ちょっと何起こるか分かりません。やられるかもしれませんけれども、その角度で行きたいと思います。キューブやだね、こんな時に来て。邪魔しないで。あかん、もっと強い剣欲しい、エンチャント欲しい。ちょっと上上がろう。ブレイズいるやん。あ、ほら飛ばしてきたよ。音が聞こえないね。ほらまたガストもいるし、またガスト。ちょっとこいつをなんとかしないと。撃ってきてるよ。やばい、聞こえないんだよね音が。当たらん。持ってきたらよかったね。スポナーでもあるのか、あそこ。当たったね。いける？あ、撃たれてる。回収回収回収。あ、ここまでか。え？あそこにいるんか。あ、あった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 。もらうもらう。もらえるもんはもらう。ソウルサンドもらう。よし、これで増やせる。なんかラッキー続きだね。ここ登れない？急遽収録しております。はい、もらうもんもらったし帰ろう。2本か、ちょっと少ないな。まあ醸造台はあるからいいけど、
あとブレイズスポナー見つけないといけないね。ちょっと湧き潰しだけしとこうか。こっから来たよということで、湧き潰しになんのか印ね。バンバン打ってきております。さあ、ちょっと威力が強いの欲しいな。あ、向こうから撃たれてる。どっから撃ってる。はい、ブレイズレッド、ブロット、レッドだって。どこ？あっちにいるわ。ちょっともうちょっと強化していかないとあかんな。ウィザースケがいるわ。無理。今の装備では無理。もうちょっとエンチャントつけないと。何この音。また夜。炎の中へ。なんだこれ。でクリーパーにバーンはないか。オッケー。はい、とりあえずネザーウォートとブレイズロット、手に入れました。マグマクリームをね。マグマクリーム取っちゃったな。はい、皆さんこんばんは。翌日です。またやっちゃいました。収録せずにゲームしちゃってた。ちょっと説明だけしておきますね。ゲート、撤去いたしました。でネザー側のゲートも今撤去 しました。で、さっき作ったゲートねからも出入りするようにしようと思います。やっちゃったね。で、これね、言ってたのはブレイズロットあるということを、これエンダーアイ作れるんですよね。ってことはエンダーチェストが作れるじゃねえかと。ということで、ああじゃあ黒曜石必要だねということで、あれ解体したんですよ。それでですね、ちょっとチェストがね結構増やさなきゃいけないんで、今のこの現状のこの仮の部屋では狭いんで、ちょっと移ろうかなと思いまして、じゃあどこに移るという話で、いちいちこれ上上がるのもあれなんで、もう玄関をねこっちにつけて、下にね、また空間作りたいと思います。本当は家建てればいいんですけども、ちょっと新たな構想がありまして、それ建てるため、建物ね建てる予定なんです。でもちょっとまだね今できる段階ではないので、一旦ちょっと広いスペースに移ろうと思います。ということで、まずはい、新たなブレイズパウダーにしまして、でエンダーパールですね、エンダーアイにします。新たなレシピですね。そして真ん中に置いてぐるりですね。はい、エンダーチェストできました。で OK ですね。それではちょっと下にね部屋作ります。ちょっとまだ上も利用するので、から入って、でこういう感じでここに入り口にしますか。ああ壊れちゃった。どっからスタートさせるかだよね。ここで真ん中に入り口ってくるから、ここが入り口なんだよね。ゆくゆくは。でとりあえず今仮の入り口ということで、ちょっとここにね仮口つけておきます。で真ん中3幅あって、あ5あった方がいいか。じゃあこれの広さで、であとチェスト部分とか、あのかまどの部分とかをくぼませるという感じでいきますか。でここが74だから、上からも、上の部屋からも降りられるようにしときます。あ、ここか。ここがこの一個下か、ここか。じゃあちょっとこっちからアクセスできるようにしときます。はい、出ましたね。じゃあちょっと部屋作りやってみます。
はい、こういう感じで、部屋ができました。一応ね、ここの壁側はね全部チェストで、埋めようと思います。でこっち側ちょっとまだ何もやってませんけれども、ここはかまど関係ですねを、設置しようというふうに思っております。いずれ上にあるのをこっち移して、上はもう全部、埋めようと思います。元に戻そうと思っております。でこっち側ですね、取ってきました。これソウルサンドね。あれもう一個奥、あそうか、こっち削ったからか。ちょっと仮にここで栽培します。まずは増やす作業しないといけないので、でまたね、ソウルサンドを取れるようになったら拡張していきたいなと思います。まずはこれで育つのを待つということですね。うん、とりあえず今日はこんな感じですかね。あとは、部屋の移動、地味にちょっと進めていきたいと思います。あ、こっち側もこれ下に移した方がいいかもしれない。高さ合わせた方がいいかもしれないね、レール無限ね。うん、ちょっとまたいろいろ考えてやっていきましょう。はい、ということで今回は偶然にもネザー要塞見つけちゃいましたの回となってまいりました。無事ねネザーアウトもゲットすることができまして、これで無事ポーションも作れるようになりました。あと燃料だね、ブレインスロットをちょっとまた取ってこないといけませんね。ということで、今回はこれにて終了したいと思います。ではまた次回お会いいたしましょう。じゃあね。